ごきげんよう、タコボンドです。それにしてもいつ見ても素晴らしい光景だな。まあ、結構前に作った巨人なんですが、確か千人記念として作ったんだよね。ただこっちの方なんか寂しいんだよね。まあ、今更だけど巨人一人っていうのも何か寂しいんで、巨人の隣に何かね、新しい建物を建てていこうかなと思ってるんですよね。まあ、ちょうど3000人超えたところなので、その記念として今回は犬を作っていこうかなと思います。まあ、巨人もね作れたぐらいなんで、犬も簡単にねちょちょいと作れると思うんですが、まあ、どうなんだろう、可愛らしい犬をね目指して作っていこうかなと思います。まあ、作りとしてはこの巨人と同じような感じで、あえて壁は作らず、働いてるところをね見れるように壁は作らないような感じでやっていこう。で、人間と違って足が4本あるから、そこなんだよね、どう足を作っていくか。まあ、こんな感じでいいかな。足はこれでもう一個後ろの方に作っていこう。まあ、やっぱり人間と比べて犬はね、やっぱ小さめに作っていきたいんで、まあ、これだと働けるスペースはなくなっちゃうと思うんだけど、まあ、これで足4本作っていこう。いいぞ、これはもう素晴らしいものができてしまうんじゃないでしょうか。今回もよしよし、こんな感じでね、こっちの方もやっていこう。ちょっとこれ才能出てきたかもしれない。この天才のね、建築の天才と3日後に言われると思うんでね、これ作っていこう。よしよし、いいぞいいぞ。ここをこうして最後にこうすればできた。すげえ、最初の足のこの4つ目のね、ここできた。まだ最初はね形作りなんで、この出来栄えでもいいと思います。こっからじゃあ階段状に作っていくか。まあでも階段まで作っちゃうと完全に働けるスペースがなくなっちゃうな。やっぱり犬の足は細いからね。あ、なんか死んでってる。あ、もう夜だね。ゾンビが湧いてきた。とりあえず天才的な建築で足を伸ばしていこうと思います。さあ、一通り足の部分はできました。見ていこう。まあ、ここからだと遠いのでねしょぼく見えますが、近く行ったらね完全にもう犬の足なんで、早速ここを登っていこう。来た、これが今回の犬の足です。まあ、正直足だけを見るとまだねそれっぽく見えないんですが、とりあえず登っていこう。まあ、これからなんだよね、これから体を作っていけば多分犬っぽくは見えてくると思うんだけど、とりあえずここが、ここから体の部分ですね。まあ、一応畑の作業できるように土にしています。あの巨人と同じような感じでね、体の部分は土でいこうと思います。とりあえずここから尻尾を作っていきたいんだけど、こっちの方かな、だいたい真ん中に印をつけて、真ん中はここの2マスだね。こっからじゃあ尻尾を作っていこう。もちろん尻尾でもね働けるような感じにしたいんで、まあ、簡単に複雑に作らずね、こう簡単に作っていこう。よしよし、いいぞ。あ、でも尻尾よりまず最初に体作っとこう。ちょっとそこから形はできていくと思うからね、まずは階段状にこう作っていって、とりあえずここから藁で周りを囲うようにこう設置していこう。
まあこれは正直もう慣れちゃったけど、やっぱりこの作業は怖いな。マイクラと違って落ちないようにするようなボタンがないからね。マイクラだとシフトキーで落ちないようになると思うんだけど。さあもう少し、もう少しで、これぐらいでいいかな。ゾンビが登ってきてるよ。まあ、これぐらいだったら無視しても大丈夫かな。とりあえずこっからじゃあ土を埋めていこう。よしよし、これでね、体の2階部分ができていく。いいぞ、できてきた。あ、ゾンビ登ってきちゃってるね、こっちまで。まあでも特に問題はないですね。気にせず設置していこう。いいね、できてきたよ。よーし。あ、来てるゾンビ。そろそろちょっと、ここに、土を、壁で作って。まあ、ゾンビはね、脆いんで、壁にぶつかっただけで死んじゃうっていうね。よーし、これで倒せた。やったー。こんなんで倒せるんだね。だいぶもうね、コロニーサバイバルやってるんで、もう3日後に出直して、こうやって、おい、ちょ、え、倒したはずなのになんでいるの？ちょ、待って待って、落ち着こう、とりあえず落ち着こう。いやー、痛い痛い、今ので血が出た。血が、うわ、待って、え、おな、え？ついにできた。天才的な建築、犬がついに完成しました。早速見ていこう。こういった感じになりました。やりましたね。いや、やらかしましたね。何か思ってるものと違う感じになっちゃったんですが、まあ、これはこれでいい犬ができたんと思います。近くで見るとこういった感じですね。いい出来栄えなんじゃないでしょうか。なんかもう、顔が同じだな。一応、新しく出たこの赤いブロックも使ってみました。口と耳の部分ですね。まあ、早速そのね、犬の体の部分に入っていきましょう。入り口はこの狭い通路から入ります。で、この階段を登っていって、一応ね、村人も働かせなくてはいけないので、ちゃんと道も作りました。で、この壁の上を通って、ここから行く感じだね。でもこの足の部分は完全にもう階段だけだね。仕事のブロックはもう置くスペース、働けるスペースがないんで。で、こっから、まだね、人は雇ってないんですが、体の部分で。あ、でもここから結構いい景色だな。この空中都市が見渡せる。こっちは、あ、なんか一人働いてるね。こういった感じで働いてくれるんだね。ではね、早速人雇っていこう。さあ、これで、今回は42人か。さあ、これでなんとか全員雇いました。まあね、42人って言っても多いからね。今までが、普通に100人とか200人とかね、一気に増やしてたけど、42人でも結構多いからね。さあ、これでじゃあ働いてくれるぞ。よし、とりあえず朝になりましたね。まあ、さっきは日が暮れて働いてくれなかったので、朝になってまたみんな働き出し始めました。さあ、これが3000人の町か。だいぶでかくなってきたな。これでじゃあ向かってくれるのか見ていこう。さあ、ここから来たぞ。みんな向かってってる。なんか少ないようにも見える。普通に40人って多いけど少ないように見えるな。さあ、壁の上を歩いていって向かいます。さあ、これでみんなもう働き始めましたね。仕事が早いな、みんな。いいぞ。こっちでも、もう一歩踏み外したら落ちるスペースなのに。ここではベリー育ててますね。これが尻尾の部分か。
という感じで今回は犬作りました。これはだいぶいい出来栄えだと思います。やくそだな。でこれからなんですけど、どうやら大型のアップデートがあるみたいで、それによると新しいアイテムが追加されたり、新しいモンスターが追加されたりするみたいなんですが、新しくワールドを作らないと新しいアイテムとか手に入らなかったりする可能性があるみたいなので、もしかしたらそのアップデートが来たら、まあ、いつになる日かねわからないんですが、来たらこのコロニーサバイバルも最終回かもしれません。まあ、もしかしたらねまた一から始めるかもしれませんが、新しいアイテムとかもね出てると思うので、その時が来たらまた初めからやろうと思います。ということで今回はここで終わります。さようなら。